誰が運転すると、あ、か、そうか、こいつがおったね。こいつ、めっちゃ失礼。小山さんって呼んでくんない？え、ケンジ君でよかった？ケンちゃんでもいいし、ね、いや、ちょっと芋ケンピでもいいよ、最悪。そうね、あの、なんかね、マリオもお世話になったことある人らしいよ、福岡に来た。福岡来ちゃったっす。もう何弁喋ってるかわからない。あ、いいちゃんだったね。こんばんは、芋ケンピ。はじめまして、福岡。はじめまして。ありがとうございます。いつもありがとうございます。眉毛描いてない。一回だから、あの、お母さんに会う前には、あの、エミリさん家で、実家でちょっとあのシャワー浴びたいし、ちょっと整えたいですね。いやいや、あのめっちゃ大画面の、ね、気持ち悪い。めっちゃ笑った。なんでダメなの？やます、セカラシア。お母さん仕事中ですね。え、あー、せっかく来た。これよかったら歌舞伎揚げ。えー、嘘。東京のお土産。いやいや、いい、歌舞伎町だから歌舞伎揚げっていう。よかったら、よかった、よかった、お礼、お気持ちですよ。いや、よく気が利く子なんですよ。え、俺なんか冷たいんだよ、なんか来てくれたのに、俺には冷たい。ありがとう、福岡編配信楽しみ。ありがとうございます。なんか、あの、面白いところがありましたら教えてくれ。僕何も知らないんで。なんかうどんがいっぱいあるのかな、巻きのうどんとかなんとかうどんとか。うどん有名なの。有名だし、推しがないうどん。違う違う、歌舞伎町限定の歌舞伎揚げなんだよ。歌舞伎町限定じゃなかった、東京の。東京の、うん、顔真っ赤。俺真っ赤じゃないだろう。あ、運転手さんが、あの、あれです、あの、僕がシルバーからゴールドに上がった時に投げてくれてたみたいで、すごいお世話になった人みたいで、覚えてないのがすごい失礼っていうみたいで、すいませんね。類似トレーナー送りますんで、あの、 DM くださいよ。でもなんかエミリーとなんか DM してる時すごいあれだよね、なんかそうよ。もう待ってる。おっぱいの写真送ったよ私。あ、それがそうなの。俺、あ、2人とも一緒の人なのね。な、俺だからちょっと雰囲気似てると思ったね、名前の感じが。そうよ、なんか、これ言っていいのか分かんないですけど、前、俺が、え、まゆちゃんおっぱい出したのみたいな、誰かまゆちゃんのおっぱいの DM ちょうだいって言ったら、まゆちゃんのおっぱいの DM を送ってくれた人が DM 一件切れてて、さかのぼって DM 見たら、え、ちょっとこの人やばい人なんじゃないみたいな。まゆちゃんのおっぱい送ってくれた人が迎えに来るんだけどって、ワンちゃんエミリもおっぱい取られちゃうんじゃないかなみたいな。おっぱいの写真、女性だからね、2人とも女性なんですよ。女性の方が迎えに来てくれて、でマリオが、あの、福岡にこの間1ヶ月前ぐらいですよね、多分来た時に、あの、ホテルも取ってくれて、うなぎもおごってくれたみたいで、すごいいい人みたいです。でもね、完全に会った時は俺無視、ガン無視されたし、なんか全然あれなのかと思ったんですけど、ふわっちってすごい人がつながるね、なんか。そうか、私変な人だった。ちょっとショックです。私が送って、あなたが友人に送って、うん、そうで、なんかね、エミリーに送った DM 見るとすごいチャラチャラしてそうな感じだったもんね、内容が。もうついてるでーみたいな、待ってる待ってるみたいな、早く早くみたいな、うん、絶対男の人と思ったから、ね、だから私も甘えちゃってタバコ吸いたい、どこ、そう、ちょっと生意気に、ね、あれ女だとしたら生意気だよね、迎えに来て。そう、生意気な感じで、うん、エミリもね、男の人が迎えに来る、チャラチャラ来る人が迎えに来るんだろうなと思って、タバコ吸いたい、どこみたいな、超甘えた DM 送ってる。うっそでしょ、イルミネーション、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バクナギさん、バクナギさん、アルプラ説教、ビルゲイツ、バクナギさん、バクナギさん、いやいや、やっていけない、ちょっと送りたい、もうちょっと大きい声で言ってくれればいいのに。いや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 、最近そんなに大声で、せっかくやけ、大きい声で言うんだよ。いやいやですよ、すごい有名人みたい。横から曲がりすぎ
もういたって配信歴 1年半とか2年近くやってますから、もうそうでしょう。こんなおでこに傷で彼女の実家に行くとかアホなる。いいだろ別にこれ治んないんだ。あのリスナーさんです。でもふわっちにかなりお金落としてるよね。マリオにもそんないいことしちゃって、僕らにもそんな、そう飛行機で来ちゃったっす。さっきポートしてたでしょ。そうもう やっと電車の中で目覚めて、ありがとうございます長旅お疲れ様、ミュートで見てるよ。なんでミュートなんだよ。いやーね、お仕事中なのか、ごめんなさい。ちょっとそこでありがとうございます。これでも聞こえてないんでしょ多分。ありがとう。聞こえてないから言わなくていいでしょ。飛行機わかりましたよ。誰が投げて、なんで飛行機、あ、ありがとうございます。嘘でしょ、アンペが嘘でしょ、ありがとうございます。バクナギさん、バクナギさん、アラブの席をビルゲイツ、ソフトバンクさん、バクナギさんいないで、おそんなに大声出してないからいつも、アンペが、そんなに大声出してないよ、いつも大声出してないよ。嘘や、歌舞伎町で歩いてもそんなに大声出さない、恥ずかしいでしょ歌舞伎町で。部屋で、いやこんくらいだよ部屋でも。こんくらいだよな部屋でも。もうちょっと大きいかも。もうちょっと大きい。今バックした今危ない。頑張れ、頑張れってなんですか。もっともっとやれってことでいいです。ちょっと誰か投げて。いやいいよいいよ、やめてください、やめて、煽るのやめてください本当。やめてください本当、やめてください。これくらい。マリオの時もなんか煽ったこと、煽ったことって。ほら見て後ろの見て、窓すごい曇っちゃってんだから熱気で俺の。あ嘘でしょ、嘘クール、そして10個ありがとうございます。ああ、じゃあ、バクナギさん、バクナギさん。ルイジャー、あんまり無理せず頑張ってね。無事、歌舞伎帰ってはい、帰ります。ありがとうございます。ああ、バクナギさん、ありがとうございます。せっかく、ビルケツ、そこともそこしいね、やっていけない。わかるです。すいません。ルイジャー、暗闇の方がイケメンに。おお、そうなんですね。俺、やっぱり暗闇の方がいい。なんなの、なんでそんなあれになっちゃったの急に。ルイジステップできないよ、さすがに。ありがとうございます。友山くん、太郎ってほら、友山くん。すいませんね、曇っちゃって。すいませんね。曇っちゃった。カナンちゃん、ありがとう。カナンちゃん、カナンちゃんがアラブの席をビルゲイツ、ソフトバンクさんの、カナンちゃんがいないとやってくれる。カナンちゃん、ありがとう。カナンちゃん、なんていうか、ついたんですね。ありがとう。お疲れさん、ついちゃったです。ありがとう。どこに泊まるの？エミリーさんの家に泊まって。で、まあ、1週間ぐらいいるんで、この、あの、バクナゲさん家にも泊まれてもらえたらなと思ってますね。ホテルとい、なんでホテルなんですか、いいですよ。他にルイステップ食らわすなんて、なんで食らわすんだよ。そんな攻撃的な技じゃないから、まあ、眉毛か何たまって何、あ猫ちゃんか、俺よりエミリーだもん。そうストーカーなのに家まで来ちゃったって、かっこいい。好き、ありがとうございます。暗闇でやるずっとこれからないし、おでこにダマペンしないよ、痛いよ、血出ちゃうよ。運転手さんはすごいいい人ね。絶対俺エミリーリスナーかと思ったよ。まさかの、まさかの、ありがたいよ。ルイジさんのちょっと前から。情けないでしょ。家まで来ちゃったし、モテない男か。とうとう。ありえへん。まだお母さんに会ってないです。エミタロ可愛い。絶対エミタロ気楽な人に。マネージャーね、タイミング悪くて今名古屋にいるらしい。鼻の穴まで見えちゃうんだよ。ありがとうございます。無事に福岡着いてよかった。ありがとうございます。そうなんです。無事着きました。かっこいい。鼻毛ないんですよ。毛がないんですよ。いろいろ。鼻が綺麗なんですよ。なんで鼻使わないんですよ。俺基本口呼吸なんで。俺も。眉毛です。入れたいよね、眉毛に。なんか眉アート福岡って安く入れれるって言ってたね。違うっけ、名古屋だっけ、わかんない。お姉ちゃんにも会うかな。熊本って近いの？1時間ぐらいかな。鼻毛ボーボーじゃん時だよ俺だって。本当昔から鼻毛生えないんだよ。だから鼻水垂れちゃうんで一緒。ありがとうございます。でしょ、ありがとうございます。そうでしょ。あ、福岡の子じゃん。嘘でしょ。福岡って書いてある。嘘でしょ。一人いたんですよ DM で、福岡に来たら嫁いっていいですか。嘘でしょ、その子じゃない、わかんない。だから一人で行って、徳明さんが、徳明さんがアラブの説教ビルゲイツ、ソフトバンクさんまず徳明さんが入れてやっていけないね。えだから一人で行っていいって言ってないだろ。ワンワンには合わないから言ってないだろ。あ嘘でしょ、ミータありがとうございます。お久しぶりです、幸せ。ミータなんか顔変わった。
あれ何この顔、米倉涼子、なん誰これ、見た、ありがとうございます、ご無沙汰してます、見た見たがあれば、今日ビルゲイツさん、見た見たってやっていかないでしょ、見た、口呼吸なんですよ、俺いつも。昔はもっと似てました。いや、しないよ、これはもう。ヤンピ似てる、ありがとうございます。暗いとヤンピに見える、暗闇でいいですね。でもエッチすると暗闇だもんね。ずっとヤマピンに見えてるってこと。カバちゃんのが見える、うん、フランケです。ヤマピーではない、ヤマピーじゃない、何ピーカピピー目いかれてるわ。モナオみたいって何、顔がモナオ、顔もモナオってアイスにあるだろ、モナオってアイス、あ、モナオ、モナオ、モナカ、モナカのアイス。飛行機ギリ、結構余裕持ったな、10分ぐらい余ったよな。いや結構、うん、ああ3万円かけた価値はあるね、タクシーで。見たチャンネル、しそうで嬉しいのかな、なんか降りた瞬間やばかったよ、タバコ吸いたい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 って。ゴブピーです。どっちかな、どっちかな。運転手さんはあのリスナーさんで、本当すいません、運転ありがとうございます。いいですよ、全然。あ、全然、あの、ゆ、あ、大丈夫、せっかく来てくれたから。トイレも全然大丈夫です。え、でも行きたいっちゃおらんや。一回家経由してて、あの、お二人方の家でご飯ちょっと食べてもつまんでもいいですよ、せっかくだし。家経由って遠くなるもん。あ、そうなんだ、あ、そう、すいませんね。逆にね、あ、ご飯食べたらんと、食べた、食べた、あ、あれか、サバ寿司、サバ寿司。しかも9時だよ。9時だね。10時だ。もうちょっとフッカル配信ですか。びっくりしちゃったです。そうですね。飛行機乗ったのはそれ以来のかな、連絡してない1ミリも。だって本当に俺、ね、寝てたんだよ。ちょっとあの最近良質な睡眠を取ろうと思って、あの薬局でなんだっけ、あのなんかドリエルみたいななんか。飲んですごい気持ちよく寝てたら、いきなりウーバーでラーメン頼んだっつって起こされて、そっからもう眠剤効いて眠くて寝ぼけてる最中に、なんか実は来週休みなんだよね、仕事2週間休みなんだよねって言って、俺喋ってる時にいきなり写真撮んのやめてくんない、マジで321ぐらい言ってくんない、変顔じゃん俺多分、眉毛も描いてないしさ、無加工でそういう写真撮んのやめてくんない、やめてください、本当はこんなブサイクなんですみたいな。でも一回写メ見せてくんない、さっき撮った俺が可愛く写ってるやつ、あれ見せたいんだけど、さっき大丈夫でしょあれくらい、だってほぼほぼ見えないでしょ、さっき見せてよちょっと、さっき撮ったの。いや、どっちかっていうとエミリの方がアウェーだね。俺二人は俺のこと知ってる、俺のリスナーさんだから。前に1本、はい、あや、たくまくんに生やしてもらって、あれ奇跡が起きたんだよね、たくまくんの話も。飛行機に乗った瞬間に、飛行機に乗る前の受付ゲートで、たまたま、ほんと飛行機に乗る前に、目の前に立ち、仁王立ちしてた人が、たくまくんすごいそっくりだったんだよ。なんかニット帽かぶって、髪の毛縮れ毛具合。うん、あ、いいよいいよ。あ、エミリーに送ったって。で、ね、あのちょっとなんか暑い、暑い、その人がね、あの飛行機の乗る搭乗ゲートの目の前で、なんかあのバーコードで入ってくんだよな、中に飛行機に乗るとき、搭乗のときに、でそのレシートみたいなバーコードをね、俺なくしちゃったの、あれどこに行ったんだろう、あれバーコードどこに行ったんだろうって言ったら、そのたくまくんが持ってきてくれたの。あ、誰も聞いてない。あ持ってきたら覚えてる？すごく覚えてるけど、うん。誰もこの話聞きたくないって。そう、QR コードをたくまくんが持ってきてくれたの。すごい似てたよね、顔ね。だって、エミリも言ったじゃん。あれ、最初たくまくんかと思ったって。いや、思ったよ。飛行機の目の前で、俺のことを実家に行かせないように、そう、俺はアドハド出ちゃって。話下手？ありがとうございますと思って、いやビビってないよ、落ちどこで、あの K
QR コード持ってきてくれたっていうところ、キスしてないよ、ありがとうございますって言って、見たらアンチだけどルイージは応援してるよ、ありがとうございます、あれ、特命さんが、特命さんがあるもの、せっけビルゲッツソフトバンク様、特命さんがいないとやっていけない、超チルな福岡、隠し撮りするの写真を、ありがとうございます、化粧してないよ、今何にもしてないよ、寝起き、寝起きだしシャワーも浴びてないよ、寝起きの時汗かくから、寝てる時結構汗かくから、朝起きたらすぐシャワーみたいな、走った、めっちゃ走った、あ、逆に最後に、あ、よかったってこと、あんまね、そのお店の名前言うのやだって、ブロックしちゃうよ、次するんじゃないよ、歯乾く、鼻呼吸してないから、口でしか呼吸してない、今久留米まで送ってもらったんです、これ高速で行ってんの、そうです、高速で乗らないといけないものなの、いや下の道行ってもいいけどめっちゃ時間かかる、嘘でしょ、いや交通費ぐらい出したいわ、いやいやいいよいいよ、いや申し訳ない、いいよいいよ、俺の全財産渡すわ、いやいや本当いいって、いやいや、リスナーさんに叩かれるから高速代ぐらい払わせてよ、今125円しかないわ、全財産そしたらいらんって、125円なんだよ、マジなんだよ、いらいら、ゆみ太郎の許可が出れば、あのルイージュの18センチを見てみたいんだよ、見てみたい、立たせてくれよ、じゃあ立たせてくれよ、あ、これがふわっちリスナーなんだなって今思って125円しかないんだよ、あのタクシー代で3万円かかったから、ちょっとやひどくない、何がですか、何がひどいやん、何がひどいの、いや違う違う、ダッサい財布が、マジで、あ、こんばんは、ありがとうございます、こんばんはです、あーね、ありがとうございます、いつもありがとうございます、バクナギさん、バクナギさん、アルフセキビルゲッツさん、バクナギさん、いちゃいちゃい、お世話になってます、あ、嘘でしょ、高速代の足しに行って、嘘でしょ、バクナギさん、さあ、集まるバクナギさん、バクナギさん、アラブの説教ビルゲッツさん、バクナギさんが入れてるから長寿なバクナギさん、いつもありがとうございます、感謝しかないです、ありがとうございます、お父さんもあって、ギャス、今チンチンのレビューしてます、すいません、ありがとうございます、バクナギさん、ありがとうございます、本当にありがとうございます、バクナギさん、すっげー、お世話、あの、トレーナー送りますよ、正直ルイージトレーナー送れますんで DM ください、いつもお世話になってるんで、ルイージトレーナー余ってるんですよ、6枚7枚ぐらい、今ね、これ何欲しいでしょ、欲しいでしょ、DM ちょうだいよ、住所教えてよ、俺え、なんで送るから、なんで持ってきてないんだよ、だからなんで住所教えたくないの、何にも悪いことしないよ、持ってこいよ、一点戻ってきて、大変だろ、いらねえってよ、いや、いるだろ、ルイージトレーナー、もう最悪雑巾に代わりに使ってもいいし、もういやでもお世話になってる人しかあげたくないよ、この世に20枚しかないんだよ、またこの話していい、20枚のこの世に20枚しかないこの話していい、男の人ではね、あげたのね、新ヤッチョとセイちゃんしかあげてないんだよ、トレーナー男の人には、でね、俺の知り合いの風俗嬢から連絡来たんだよ、ルイージトレーナーってそんないっぱい作ってんのって、うちのお客さんでね、ルイージトレーナー来たお客さんが来たんだけどつって、誰だろうと思って、新やっちょにしかその時あげてなくて、で、せいちゃんはパジャマに着るくらいだし、五反田の風俗、しかも誰が連れてったかっていうと、マルコさんが五反田の風俗に連れてってくれた、そのね、俺ルイージトレーナーを着た人、せいちゃんが着てってたんだよ、あげたの、うん、パジャマでオレンジで着てたんだけど、マルコさんがいきなり風俗に連れてったから、パジャマのルイージトレーナーを着たまんま風俗に行って、しかもその女の風俗嬢の女の子がうちに髪の毛切りに来てた女の子で、そう大炎上、夜勤中にだよ、しかも俺が夜勤中に
あの風俗嬢とか遊びに行って、で俺夜勤中にだよ、あのその風俗の女の子からさっきルイージトレーナー来たお客さん来てね、すんごいデブで、あのシャワーの時に私が後ろに立ってるのにめちゃめちゃ顔中にこうやってシャワー飛ばすからめちゃめちゃ顔に飛ぶんだって化粧セイジさんのこと、そうマジあの男あのデリカシーな気使えなくて嫌だよねみたいな、すげえクレームが来たんだよ。で俺やっちょさんに当時あげやっちょさんにしかあげてないから、やっちょさんデブじゃないし風俗行くような人じゃないよなと思って、そしたらせいちゃんだったの。最初に言わなきゃよかったね、せいちゃんとやっちょさんにしかあって。いやすごいねそれ湧いたんだよ。せいちゃんやルイジが夜勤中にあの一緒に同棲した時だから、夜勤中に風俗行ったでしょって言って、しかも1万円でゴムなし、2万円で生っていう交渉したらしいんだけど、せいちゃんあんなにお金持ってるのにあのゴムなしでね、こう選んだらしい、1万円。あ、誰も聞いてない嘘でしょ。いつも夜勤中になんか起きるのは夜勤中の、本当に風呂入ってくっからよってなんで、ケチじゃない、せいちゃんケチね、意外と。長くないだろ、短いだろ、2分ぐらいだろ。傷ね目立つでしょ。まあでもまあなんか顔物足りない顔だったからなんかあっていいんじゃない、なんかナイキみたいで。そう何回も話した、5回ぐらい話してるね。これトレーナー欲しいでしょ、あのよくしてくれたら若いし。そうせいちゃん勝手に来てったトレーナー来る、嘘でしょ誰だ、うわあれこれって大きい声で、うすん大きい声で、ダメ難しい、なんかみんなに聞かれてると言いたくなくなっちゃうよバクナギさんが、バクナギさんがアラブの席をビルゲイツ言葉でそんなバクナギさんがねやっていけない、超チルなバクナギさんなんか途中で心折れちゃうよ、なんかやれって言われるとやれって言われると心折れちゃうよ。やったー超チルなバクナギ、あとであのランキング見ますね、ランキング、ちょっとランキング10位ぐらいに上げたいと思ってるんで、まだランキングがちょっとね上がってないです。でも本当ありがとうございます。そうですね、プラチナでさ今2位にしてもらっちゃって、あと2時間逃げ切れたらいいね。でもあのこれからあのお母さん値打ちコックでしょ、値打ちコックよ、20枚しかないんだぞこの世に。いや、親じゃないよ、リスナーさんのために。どうにしたらいいか、大丈夫、懐かしいな。あ、ありがとうございます。あ、バクナギさん、ありがとうございます。1位来た、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。1位じゃなくても、1位結構離れてる人で、多分コヨ君もね、後から襲ってくるあれですね、2位でいいですね、2位キープで、2位か3位ぐらいでいいですね。いや、大富豪じゃないよ、あのこっちにみんな力入れてないの、イベントに。サイモンにお土産いらないだろ、サイモン。しかも最近サイモンいる、まだなんか最近おとなしいよな、ないよね、音沙汰がね。サイモンもしかしたら俺らうるさくてオランダ帰ったかもね。サイモンオランダ人なんだよ。え、そうなの？そうだよ、オランダ、オーストラリアよ。オランダ、オランダ。なんでオーストラリアだと思ったの？俺言ったオーストラリアンって言って、エミがつばみ持ってきて。あ、そうなの？俺オランダ人って聞いたけど、あのオーナーさん韓国人でオランダ人だよって聞いて、お、すごい、なんかマリファナの国やんと思って。そうね、まあ、オーストラリアだっけ、ちょっとわかんない。オーストラリアって言って、福岡に山田部長が向かってるってよ。絶対うそっかよ、ジストーカーやん。そうそうそう、久留米懐かしがるみたい。そうでね、アシタグはあのエミリがあれですから、そう還元率悪いからね、意外とね。そう、小吉さんでしょ、怖いでしょ。1位はやめ無理ですからね、まあ、小夜くんが配信つけたらちょっとめんどくさいですけど、2位とか3位狙いでいいですよ。ありがとうございます。小夜くんってふわっちで一番イケメンだと俺思ってるから、かっこいい小夜くん、性格もすごい爽やかだし。ただゆまるとエッチしたってのはいただけないね。わかんない、ゆまる、ゆまるちゃんね、名前は知ってるけど、僕はゆまるちゃん知らないんだ。それめっちゃ後で叩かれるよ、ゆまるちゃんに言われたら、うん、プライド超高いから。
配信長いのかよくわかんないですね。そうそう、グループ A だったら1、いやグループ A も俺チラッと見たね。まゆちゃんじゃなかった今、うん、まゆちゃんとかは狙ってるでしょ。見た見たね。あずさら半々だよね、危ないっていう人と。アバズレ、熊本来いよ。これ誤爆じゃね、誰やピピちゃん、ピピちゃん誤爆じゃね。全然普通の声、それでこう、どういうこと、うん、聞こえたのよ。いやいやいや、消して、消してあげるからピピちゃん、ごめん。ピピちゃん消して、お前女には甘いよ。いや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 、ピピちゃん消してあげないと。アバズレ来いよ、福岡来い。久留米だっけ、どこだっけ、熊本来い。いや笑っただけ。なんでだよ。別に平気だろ、そこまで。アバズレじゃないから。アバズレじゃないね。そうそう、一人だもんね、まだ出会ってからね、俺とね。深夜ちょっとしかやってないで、逃げて、逆にね、熊本にから逃げても。静かな飯とかに。ヒットじゃないし。あれ見せてよ、リスナーさん送ってくれたって言った写真 DM。 あ、いいよ、後ででいいよ、後ででいいよ、ごめんね。リスナーさんとさっき写真撮ったんだよ、すんごい漏れてるから俺が。すごい可愛くない俺。花みたいだ。誰が一番好きなんですか、配信者。俺に決まってんだろ、そういうの聞くのやめろよ。どうせ養分さんとかよ、なんだろう、一番とかはないけど、小よくんとかよ、イケメンとかよ、面白い。でそこら辺はみんな嫌い。誰ですか、一番お金使ったの誰ですか。俺に1日で14万投げてくれたみたいなんだよ、あの伝説のポンポンイベントで。一番使ったとルイージかもしれん。自分はやろ、あとセージやん。私はルイージが一番使っとるから。やっぱルイージ&セージだよね。ルイージ&機長なんて面白くないよね。間違えた、セージ&機長なんて面白くないよね。ルイージ&機長絡んだこともないわ。一回しか喋ったことないよ。政治&機長よりルイージ&政治だよね。機長さんにも投げたっけ。なんとも言えない。機長さんにも投げてんの。機長さんって面白い。あんまり俺機長さんね、ただあのかっこいい子だなと思うぐらいで、そんなにあのせいちゃんの隣いるからやきもち焼いて俺見てないんだよ、機長さんのこと。お、2人の配信。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これは政治が私って思うならさ、なんでエミタロと絡みたったの。もう一回言って、もう一回言って。なんなの、二人だけで楽しんで。なんて何、静かに、なんて言って、言って。違う、いいんだよ、なんて。誰ありがとうね。ゴブリン、ゴブリン、ありがとうございます。ゴブリン、なんでゴブリン、なんて言ったの、なんて言って笑ったの。もう一回言って、ね、せいちゃんが何、なんてそれは、が言うってこと。言うっていうかも、あ、もうクルメ、クルメ見て、ラブホめっちゃあるやろ、ね、クルメインター、ラブホがいいやけど、うん、そうえ、こっからエミンチは近いの、おろさなくて大丈夫。15分ぐらい、1980円で泊まれるの。そうだ、安い、2000円、ここが一番安い。もう一回言って、もう一回言って、なんて言ったの、せいちゃんの何。何なんで、なんて言ったんだよ。いや、これ言わちょっとやめたがいいかもな。なんて、ちょっとあの心の中にしまっとく2人。あ、ね、うん、ごめん、なんて言ったんだよ、二人では大爆笑してて。仲いいね、ふわっち大好きだね。これは言えんやろ。俺みんな言えやって言ってますよ、ほらコメントも。多少失礼でもいいですから。いや、でもこれめっちゃ傷つくもんね。なんで何、ルイージより貴重に家投げたってこと。いや、初見だじゃなかった。何なんだろう、貴重のがイケメンだからって。なんて、ほら、じゃあもう言った、政治
セイジ、セイジ。セイジの爆投げ師さんやだけ。え、セイちゃんの爆投げ師さんなの？そうそう。あーね、セイちゃんマジで嫉妬するね。だから Z 界で俺破門するために俺ブロックされたのもね、ずっと。いや、で、うん、ありがとう。でよ。うん。あー、あれなんだ。女社長さんって言われてるんだ。いや、エブさん。え？エブさん。エブさん。エブさん。ひらがな。ひらがなの、エブさん。エブさん、エブチさん、エブチさんね、はいはい。でエブさん、バトナクさんにとってめっちゃほら、あ、だからその時ってことあれか、その時セイちゃんと一緒にいた時か。そうです、そうです。だよね、めっちゃセイちゃんリスナーに応援された時期だ、一番。あの、叩かれよったやん、エビ太郎に。意外と誰からみんなから、私が、うん、エミリが叩かれたの。叩かれよったやん、ほら、ほら、ルイジのところに来た時に、なんで追い出せなんのかな、うわーって叩かれ寄った時やったけ、うん、で政治は絡みたくてたまらんや。あー、確かに、ね、電話普通にプライベートでも来てたからね、配信外で来たからね。そしたら、うん、エミ太郎と絡むなら投げません。あー、その人なの。言ってたわ、せいちゃん。だからプライバシー言ってたもんな。あのマルコさんと2人で来た時あったんですよ、せいちゃんが配信外で、うん、そしたら、あの、そこと絡むと投げませんっていう人がいるから俺いけないわって言って、スエちゃんにそんな投げてるの？スエちゃんをラジコンできるくらいの投げ師さんなの？な、来てた時言ってたよな。ちょっと思ったじゃんね。なんで？今日あのお会いした時に、うん、お姉さんほら顔色がちょっとね見えんけど、お母さんなんかちょっと引き、なんかうちのこと嫌いなのかな。あ、そうなの？でも、あのね、来た時あれなんだよ、お二人ともエミリーにばっかり絡んで、しょっぱなはね、しょっぱなね、一番最初俺のこと苦しかった、そういう感じで行こうみたいになっとったんじゃないけど。あー、そういうこと。違う違う違う、 DM 送った時に、あ、この子って真面目やんって思ったと。私、うん、いや、じゃあ多分ね、男だと思ったから、なんかアイコンがさ、舐めてるじゃん、だっておし女の子のお尻みたいなアイコン使ってるから、舐めてるから超チャレー男が来るのかなと思って、あれ、エミリーは多分もしかしたら悪い男好きだからね、チャレチャレした男来るワンチャン嬉しいと思って乗ってたんだよ、うん、コメントとかも、私タバコ吸いたいとか、なんかすげえなんか甘えるような感じの DM しといてね、空港中の時も俺なんかチャラそうな男来たらやだなって言ったら、エミリーは大丈夫大丈夫、私運いいからとかって言って、すげえノリノリでチャラチャラしたギャルを組んじゃねえかなぐらいのノリノリだったんだよ。ルイさん大丈夫大丈夫、嫉妬しないでみたいな感じだったんだよ。ああああ、待ってるのな、女だった瞬間ちょっとエミリーあれだもんな、あ、女じゃんみたいな。いや、びっくりしたの、姉ちゃんかなって思って。あ、それくらい似てたんだ。ちょっと似てたから姉ちゃんに雰囲気が、なんかびっくりよ。いや、うるさいなじゃないんだよ、ほんとで喋ってる間に、あ、俺に投げてた人だったんだ、そうそうそう、ルイジリスナーだったんだと思って、ちょっとずつ俺が鼻高くなっていって、うん、エミリーしょんぼりみたいな、しょんぼりみたいな。実際会うといい子、エミリーが、いい子と思った。いやいや、運命の最初らへんのが、そう、見た、うん、だってこび言ってたでしょ。だからどんどん調子乗っていくんだよ、あれから。甘えるなって俺言ってたもん、ずっと初対面でさ、会ったこともないのにさ、タバコ吸いたいなんてさ、女だったら絶対動くんないでしょ、女って分かってたら。うるさいよ、ちょっと。どげん言うか、でも真面目って思ったけど、あ、真面目と思った、ちゃんとその、最初にちゃんと丁寧な言葉を使える、最初に、最初に、うん、そこがもう、あ、あ、この子また誤爆いた、だけど、アンチから、なんかファンチに変わるみたいな。レイカちゃん、エミちゃん、別によくね、エミちゃんぐらい誤爆させてやってよくね。アンチコメントじゃなければよく、事実だったね。さ、いい子だって言ってんだから落とすね、すいません。だって俺ずっとあれだもん、なんかチャラチャラした男来たら怖えなと思ってたもん。だってアイコン見せてよ、アイコン、こんな男が女子高生のケツみたいなのアイコンにしてる人なんだよ。え、ほん、え、ほんとヘイト向けるよね。ああ、マジ癖だから、性格なのかな。性格だよ、まっすぐ悪気ないからね。マジこの笑顔よ。めっちゃ女子やけん、大きくしたら。いやいや、これバンになればダメだわ、見せれなかったわ。だってこれドンキに売ってやるよ。いいよいいよ、ね、ドンキに、うん、もう女子高生のお尻みたいなアイコンしてるからね。うん、チャラチャラした男くんだろうなっつって。で、もう片方俺に DM くれた方はさ、まゆちゃんのおっぱい、こんなおっぱい乳首出した時のまゆちゃんの写メ送ってくれる人だしさ。それがお母さん、お母さん。
後で送るんだろう。いや俺が多分あのあね、まゆちゃんの乳首何色だったのみたいな、誰かとスクショ撮った人いる、両方提供みたいな。そうそうそう、青です。あ、青やった、ごめん。いいですよ、ゆっくり運転してください、安全運転でね。すいません、本当後ろで騒いじゃって、あのそう、ちょうどパルパルと一緒やった時に、パルパルが髪切りに行った時に、はい、まゆちゃんのおっぱい見たいって。でもパルパルが未成やってけ、あ、そう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 、パルパルさんがね、なんかやったで訴えられたらめんどくさいって言ってます。あの Z 界もう解散したんで、あの本当にわかんない。見てました、あのせいちゃん俺んちに挨拶来た時、見てました、見てました、うん、せいちゃんがわざわざ挨拶に来てくれたんだよ、旅立つ前に。ありがとうございます。 Z 界の本当あの爆投げ師さんみたいなんで、これからはルイージ界によろしくお願いします。どうしよう、見て、私に LINE がコメしてくるてよ、見てって、コゲンやって、あ、ちょっと名前がありやけど、コゲンやってきたと、あ、うん、名前ついてるけ、スイちゃんのね、だけんコゲンやって私に見て、来とるよみたいな。こいつわざわざ送ってくるけ、私は見れんとき、あ、わーわー、あれね、そうそう、LINE で、すごい、仕事中も常にスイちゃんを監視してくれてる。全然見てない。なんでエミリーとなんで絡んでほしくなかったの？いや、あの時正直に言ってごらん。正直に言うと、うん、もう酒癖の悪かったと、ね、今もじゃない、変わってない。いや、それがね、うん、これを通して聞くとめちゃくちゃ声が高く聞こえるだよ、うんうん、キンキン声で、キンキン声に聞こえるけ、うん、うん、耳障りだから聞きたくない、うん、気をつけろ、キンキン声で聞きたくないって言ってる人いるぞ。もっと声を下げて。ありがとうリンちゃん。ありがとうリンちゃん。ありがとうな。うん、ありがとうな。ハートナイス。だから酒癖悪かったいっぱいおりやん。実際。いや、ふわっちの女の人大体酒悪いと思うんですね。まあでもその中でもズバ抜けて悪いよね。エミリはね。外も。昨日からコラボ表になった人も悪かやん。なんて？昨日からコラボした女の人も悪かやん。クラブ行った女の子行ったじゃんって聞こえたの。コラボ。コラボね。うん。ほら、名前は言わんけど。あ、リンちゃんね、リンちゃんね、昨日のね、うん、あの人もバカや、あの子は、なんだろうね、なんかなんなら酒飲むとほら、すぐまた広げなはるや、ゆるくなっちゃう人いるのかな、やっぱりダメやん、いちこちゃん、ありがとう、いちこちゃん、ありがとう、ありがとうな、まあ、基本同じ人は見らんけんね、まあね、いや、ふわっちで言ったら、やっぱりルイージが一番イケメンでしょ、面白いし、うわ、誰やか、あ、焼肉キング行きてえな、食べる？いや、大丈夫です、後でみんなでお風呂入る？みんなでお風呂入る？俺一人だでしょ、だってエミリーの裸見たら多分あざだらけで引くよ、多分な、なんだそりゃ、AV ショット最低やん、違う、よく言える、私が反対に眉毛を作ってあげます。違うんだよ、違う、張り切らなくていいですか、違うんですよ、転んじゃうんですよ、よく外で、膝とか俺、狂ってないだろ、暴力を。いや、でも、古いよってやない。あ、ここ、過密か。過密。うわー、懐かしい、ね、どういう…元彼の家の近くだ。始まったよ。チクチク言ってくるんだよ、そういう。弓道場行ったから、まず、バイパス。209号線がいた、それでもバイパスがいい。あまり、家近くだとバレちゃうから、家バレちゃうから。なんなら配信切ってもいいからないか、もうすぐ右に曲がって、うん、まっすぐでもいいし、いや、どっちにしたって右曲がらんといかんけ、そうそうそう、差し合い始まります。傷のナイフです。209、家めっちゃ近い、よかったら、あ、明日これ右でもいい、あ、ここ右、うん、明日くら寿司来ようね、明日くら寿司、あ、はま寿司もあるし、最高じゃん、くら寿司が好き、俺くら寿司のエビマヨが一番好きなんですよ。ドラ盛りを何でもあるよ。ドラ盛りってなんだ。ドラ盛り、あれ、ドラッグストア盛り。靴下どこ。ああ、いいよ、靴下買おうやんな。ああ、いいですね、いいです、大丈夫よ、大丈夫です、まだあと一つストックあるんで、明日家バレるからもうあれだって一回切るか、ラジオでいいや、ラジオでもいい、するか、どうする、声で入っちゃうし、一回切ってもいいよ、ほんとラジオにします。いいの、バレちゃうよ、声とか入ったり、大体分かっちゃうでしょ、バレん方がいいと思うよ、いいの、いや、いいよ、一回切るよ、また着いたら、家に着いたらあれなんで、はい、また着けます、ごめんなさい、本当ありがとうございます。いやね、持ち上げてるだろ、
家まで来てるんだからもう最高だよ。もうバレてんの住所とか？バレてんの？バレてはないでしょ。じゃあね、ありがとうございます。仲良くします。リスナーさんにも本当感謝でね、こういう出会いすごいありがたいっす。だね、傷なんか貼りたいんだけど、明日買う、ドラ盛りで買うわ。ドラ盛り